お、お疲れ。どうじゃ、音響さん。ええ感じに撮れちょるか？もちろんですわ。ですが、今はそれよりも多くの経験を積みたいと考えていますの。知らない世界を知ることで磨ける自分もありますもの。アリスさんもそう思いません？ええ、そうですね。私たちはまだまだ成長できますから。はい、よろしくお願いします。次の仕事はこの三人ちゅうことはいけないゴーアヘッドに関係した話か？そろそろ？皆さん、お疲れ様です。まあ、ナナさん。ナナさんがどうしてこちらに？芸能人の方が様々な挑戦をする番組なんですけど、次の挑戦者を探してたみたいで。だからナナ、事務所に聞いてみましょうかって話してたんです。そうしたらちょうどプロデューサーさんが通りがかって。いただきますわ。チャレンジアイドルダブルダッチ編。ダブルダッチ？なんじゃそれは。ちょっと待ってください。今調べます。ダブルダッチとは2本のロープを使って飛ぶ縄跳びだそうです。スポーツとしては比較的最近のもののようですね。回す人と飛ぶ人で最低人数は3人。確かに人数的にもちょうどいいです。縄跳びですの？ええ。ですが競技としてきちんと成立しているものですから、学校でやるような縄跳びとは別物ですね。うちはそれなりに体力には自信があるが、二人はどうなんじゃ？正直に言えば私はあまり。ですがそれが挑戦をしない理由にはなりませんわ。そうですね。それに甘く見ているわけではありませんが、私たちもアイドルとして成長しています。精神的な部分はもちろん、肉体的にも。ですからきっと大丈夫です。力を合わせれば成功できます。それもそうじゃな。何より仲間が困っとるなら放っておけ。この企画受けるぞ。に挑戦ということで、練習初日の3人を撮影しに来ました。3人には挑戦の最終日まで
ちゃんとしたコーチがついて練習を見てくれるみたい。もうコーチと練習を始めてるようなので、今からその現場にお邪魔したいと思います。確か体育館はこの先だよね。みんな頑張ってるかな。アリス、モモカ、しっかりせえ。くっ、うちの足が動けば。こんなはずじゃ。まさか、あんな方向から縄が来るなんて。スタッフさん。はあ、今映しちゃいけないものを見た気がするんだけど、これ撮影して大丈夫？ダメじゃない？そうかな。じゃあ行くよ。えい！アヤネさん、いらっしゃっていたのですね。すみません、そこの飲み物をどうか私たちに。無念じゃ。そうですね。生き返る。ほんとびっくりしたんだよ。二人ともなんか溶けちゃってたし。もう大丈夫そう？ハヤテさんが飲み物を取ってきてくださったおかげですわ。さっきは動く気力もありませんでしたもの。そうじゃの。正直こうもヘトヘトになるとは思わんかったわ。本当ですね。縄が2本になるだけであんなに難しくなるとは。そう考えるとうちらも責任重大じゃな。ここでつまずいとるようじゃ皆に魅力が伝わらん。よし、休憩はしまいじゃ。縄になれんことには挑戦も始まらん。うちはさっきコーチから教わったルートでモモカから縄を受け取る。私はトモエさんに縄を渡してすぐ縄に戻るですわね。お二人とも頑張ってください。これ以上情けない姿は見せられませんもの。行きますわよ。せーの。いったった。一体何がどうなって。あ、トモ
のに。うわあ！もう、トモエさん、急に立ち上がらないでくださいますし、危うく縄がもっと絡まるところでしたわ。すまん。それより、モモカは大丈夫じゃったか？真正面からぶつかったけえの。私は平気ですわ。トモエさんこそどこかひねったりは。って、アリスさん、何を笑っていますの？すみません。二人ともすごく綺麗にぶつかってブルブルになって。アリスさん、コーチ、本番までに間に合いそうですか？はあ、ちょっと不安になってきたんだけど。すみません、コーチ、少しいいですか？実はコーチたちに、うちらが発表する演目の手本を改めて見せてほしいんじゃ。これから自主練習をするとしても、見本がないと間違って覚えてしまうかもしれませんわ。ですから、動画で記録させていただきたいのです。こうしてみるとやっぱりプロの方は違いますね。そうじゃの。ただのジャンプ一つをとってもうちらとはまるで違う。縄の動き、テンポ、笑顔、ステージに立つ者として見習いたいところばかりですわ。わからないことというか、コーチたちの飛び方は綺麗に揃っていましたね。何か意識するところがあるのでしょうか？回すのもうちらよりよっぽど正確じゃったな。あれは腕の動かし方か？縄に入りやすそうなのももしかして位置の問題かしら。も言うてたじゃろ、縄に入るのは手前の縄が上に上がった時じゃ。それは分かってます、分かってますけど、こう覚悟がですね。何を言うとる、怖がらんと一遍飛び込んでみ。ほれほれ。ください。何？二人とも喧嘩をしている時間はありませんわよ。違う。
サミン印の差し入れです。あっ、で、どうかしたんですか？あ、ナナさん。今はね、アリスちゃんの練習中。縄に入るタイミングがまだいまいちつかめないんだって。もしかして結構詰まっちゃってます？そうっぽい。スタッフさんに頼まれたし、一応動画撮ってるんだけど、これ使えるのかな。そういう時は一旦休憩するのもいいですよ。甘いものを食べてリラックスしませんか？ナナさんのおっしゃる通りですわ。お二人もそれで構いませんわね。なるほど。つまり皆さんはまだまだ課題があると。はい、技術に関してもそうですが、体力的な面も大きいですし。ああ、わかります。運動は慣れてないと体がついていかないんですよね。そういうことならやっぱ基礎練じゃない？ダブルダッチもスポーツだし。この場合だと必要なのは持久力？あとは足の力もいるか。何にせよ基礎練習は必要じゃな。いいですね、特訓。夕日に向かって走ったり、汗と涙と努力の結晶。ナナたちもマネージャーとしてお手伝いしますよ。ほら、レモンの蜂蜜漬けもこんなにありますし。ありがとうございます、ナナさん。あ、でもどうしてレモンの蜂蜜漬け？え？二人とも大丈夫か？なんとか。練習を始めた時から思っていましたけど、トモエさんの体力は本当にすごいですわね。うん、うちは二人より年上じゃけ当然じゃ。じゃが一旦休憩するか。いきなり飛ばしすぎても後々大変じゃろ。いえ、心配には及びません。ええ、そうですわ。この程度で折れるほど私もやわではありません。第一、トモエさんは年上だからと言いましたが、そもそも一つしか変わらないんです。なら、トモエさんができて私にできない理由にはなりません。私だってこの程度ならまだ走れますわ。さあ、行きましょう。おう。待て、もう走る気か？休憩はどうした？おい。ねえ、ナナさん、もしかしてアリスちゃんもモモカちゃんも結構負けず嫌い？そうですよ。青春ですね。でも本当に無茶をするなよ。つい一緒に走ってしもうたが。すみません、
よっぽど疲れていたのか、正常な思考じゃなかったみたいで。私たちだけならともかく、トモエさんや皆さんも巻き込んでしまいましたわね。ふん、うちは構わんぞ。肘の張り合いは嫌いじゃないけ。そうですか。なら、よかったんですよね、きっと。はぁ、あ。はぁ、あ。綺麗な空ですね。そうですわね。それに、蜂蜜漬けも程よい甘さで。うむ、どっちもしみるな。みなさん、お疲れですね。もう少しだけのびりしてから戻りましょうか。賛成。ねえねえ、ナナさん、ハーも蜂蜜漬けもらっていい？もちろんですよ。どうぞ。いただきまーす。おいしい。ももか、行くぞ。せーの。えい。できましたわ。あ、二人だけで喜ばないでください。次は私が入れ替えの練習をする番ですから。三人とも前より上手くなってる？前より息が上がらなくなったし、息も合ってるし、すごい。なるほど、チームワーク。コーチ、次の技を教えてください。前回よりもしっかり成功させられると思いますので。今日も動いたの。それにしても壁に向き合って手をか。練習もいろいろあるもんじゃな。お？あれはコーチか？何？コーチについては？どういうことじゃ？まさか！コーチ！コーチ、仕事を降りるんか？もしかして何かあったんか？なんならうちらが相談に。誤解？選手を辞める？コーチはまだ若いじゃろ。なのにもう選手を辞めるんか？
いや、うちの方こそ勝手に勘違いしてすまんかった。改めて本番までよろしく頼む。おう、お疲れ様。コーチの話はアリスたちには言わん方がええな。変に気を使われるのはコーチもやりにくかろう。第一、これはコーチの問題じゃけ、うちらにはどうにもできん。そう分かってはおるんじゃが。トモエさん、どうかなさいましたの？ん？いや、なんでもない。昼に食べたパスタのことを考えとった。トモエさん、さっきお好み焼きを食べていましたよね。そうじゃったわ。うちとしたことがつい嘘ですが。なん、怪しい。なんてわかりやすい。なんじゃ二人とも。うちは何も隠しとらんぞ。アリスさん、そうですね、トモエさん、とりあえず場所を変えましょうか。待て、二人とも、うちをどこに連れて行く気じゃ。おい待て、おーい。というわけじゃ。なるほど、コーチがそんな悩みを。気持ちはわかりますわ。今までと違うことをするのはいつだって勇気がいりますもの。そうじゃの、頭ではわかっとってもそう簡単には動けん。現にうちらのこの仕事も。ん？トモエさん？ちょっと待て、うちらにとってこの仕事は挑戦じゃな。ええ、そうですわね。ダブルダッチというパフォーマンスへの挑戦、そういう企画ですもの。それがどうかいたしまして？そうじゃ、挑戦じゃ。つまりうちらもコーチと状況は変わらん。今までと違う新しいことをしようとしとる。じゃがこの仕事をもらった時を思い返してみ、うちらの中に恐れはあったか？あ、確かに巴さんのおっしゃる通りですわね。今回のお仕事を受けるとき不安はありませんでした。でも私たちはアイドルですよ。お仕事としていつもと違う自分を見せるのはよくあることでは？それにコーチの挑戦にはコーチの人生がかかっています。うちらだってどんな仕事だって本気でやっとるじゃろ。それこそ人生をかけるつもりでな。違うか？あ、いえ、そうですね、トモエさんの言う通りです。うちは別にコーチが怖がりだとかそんなことは思っちゃおらん。大きな選択をするときは覚悟がいるけえの。
ただコーチの話を聞いてふと気になったんじゃ。うちらが恐れず挑戦できるその源はどこにある？それは簡単なことですよ。私たちには見守ってくれる人がいます。そうですわね。ファンの皆さん、関係者の方、それにプロデューサー様、多くの方々が私たちを見守り、どんな時でも応援してくださっているからですわ。それは巴さんもよくご存知でしょ？ああ、知っとる。うちもいろんな奴に支えられてここにおるしの。なるほど、わかりました。巴さんはコーチを応援したいんですね。私たちを応援してくれる皆さんのように。そうじゃ。これはあくまでもコーチの問題、そう分かってはおるが、それでも競技のことは専門外ですが、コーチが指導者に向いていることは私たちもよく知っています。何より競技に真剣に向き合ってらっしゃることは見ていて伝わってきますもの。背中を押したいと思うのは当然ですわ。ですね。私たちも巴さんの意見には賛成です。とは言ったものの、具体的な案が何も思いつきませんね。やっぱりプロデューサー様に相談した方が。しかし内容が内容じゃけ。うわ！プロデューサー、いつからそこに？これはその、あ、コーチが指導者に向いていることは私たちが身をもって知っています。それにコーチにはよくしていただきましたわ。そのお礼に私たちからも何かを返したいのです。人の悩みにずけずけと立ち入っとるのはうちらもよう分かっとる。自己満足じゃ。でも、おう、頼む、力を貸してくれ。私たちも頑張りますが、やはり付け焼き刃ではありますから。きちんとしたプロの技を見せることでより競技のアピールになると思うのです。いわばコラボみたいなもんじゃな。多少演技の内容は変わるが、どうじゃろ。初心者が無理をすべきではないというのもわかりますわ。もちろん安全についても気をつけます。では率直な意見を聞かせてください。今の私たちにこちらに書いた演目がこなせるかどうかを。Thank you.
コーチのチームメイトの方ですわ。ナナさんを通して相談させていただきましたの。そっちは今確認中で。あ、ナイスタイミング、ナナさんからだ。もしもし、ハヤテです。あ、ハヤテちゃんですか。プロデューサーさんからお願いしてもらっていたプログラム変更の件、 OK もらいました。番組的には本人たちがやりたいというならというのと、面白くなるなら問題ないそうです。ナナも MC で盛り上げてお手伝いしますからね。うん、はーい。皆さん頑張ってくださいね。うん、ありがとうございます。ってことで、今の電話の通り、番組側はプログラム変更に乗り気みたい。それじゃあお疲れ様です。大丈夫ですよ、3人とも。皆さんの気持ちはちゃんとコーチに伝わります。そうそう、気にしすぎだって。もうだといいのですが。遅いですわね。普段ならもういらしている時間ですのに。もしかして私たちの提案のせいでは。なんじゃ電車か。ひとまず揃ったところで、うちらも準備を。私たち強引だったと思いますし。
ここですわ。縄がうまく回っていませんもの。本当ですね。巴さんもいつもより大きく飛んでますし、気をつけないと。いっつー。いや、この程度でへばっとね。単縄でも足の動きは練習できるけえの。それでは挑戦者の皆さんに意気込みを伺いたいと思います。3人とも、それにコーチたちも、やっぱり緊張してますか？そりゃ当然じゃ。なんせプログラムが完成したのは今朝じゃけ。今朝？今朝って何時間前？誤解のないように言うと、撮影より少し早い時間に集まって最終調整をしていましたの。一つ一つの技は成功できても、全体を通してとなるとやっぱり時間がかかりましたね。じゃが、おかげで最高の演技が仕上がった。うちらの演技、最後までよーく見とけや。話聞いてたら歯まで緊張してきたかも。でも泣いても笑っても今日が本番だもんね。それじゃあ皆さん、位置についてください。二人とも行くぞ。せーの。入るのは成功。でもここで気を抜くわけには。アリス！大丈夫です。ちょっと体勢は崩れましたが。よかった。この調子で最後まで参りますわよ。ああ、全員で成功させるんじゃ。ナナ、お前さん泣いとるんか？当然ですよ。ナナも事務所で皆さんの練習を見てたんですから。だから、だから。でも本当すごかったよね。ミスも一回もしなかったし。終わった時は本当にほっとしましたわ。今回は私たちにとっても大きな挑戦でしたもの。でもおかげで私たちの今までと違う姿を見せられたと思います。最初はかなり苦戦しましたが、それでもちゃんとできたのはここにいる皆さんのおかげです。皆さんと一緒に自分の可能性を広げられて、とても楽しい経験でした。そうじゃの。挑戦は一人ではなかなかできん。飛び込むのはいつだって覚悟がいるけ。
でも誰かが見てくれてると思えばきっと頑張れる。そう、改めて感じたな。皆さん、なんだか一回り大きくなった気がしますね。コーチさんたちもいかがでしたか？何、実はレッスンでトレーナーさんにえらく褒められての。そうなんです。体幹が前よりしっかりした、動きが機敏になったと。え、3人とも？すごいじゃん。もしかしてダブルダッチのおかげ？きっとそうですわ。前より少しだけ身軽になった気がしますもの。それよりお二人もプロデューサー様もどうしてこちらに？今日はチャレンジアイドルの打ち合わせでしたわよね。実は母たち、番組から伝言を預かってきたんだね、ナナさん。伝言？はい、それもとっておきのいい話が2つも。ナナたちも嬉しくなっちゃって、皆さんに伝えたくてしょうがなかったんです。なんじゃ、そんなにええ話なんか。ならもったいぶらんと、はよ聞かせてくれや。ふっふっ、いいでしょう。まずは一つ目。実は先日コーチの方から連絡があったんです。彼女元気に指導者をしてらっしゃるそうですよ。簡単なメッセージも預かってきたから読むね。なんじゃ、なんだかうちらまで嬉しくなってくるの。コーチにはお世話になりましたからね。私たちは彼女の最初の教え子ですから。学校ということはいつか授業の一環で再会するかもしれませんわね。おお、そりゃあ夢が膨らむな。もしうちの学校に来たら、そん時は
クラスの皆に紹介せんとな。三人とも盛り上がるのはまだ早い。いいお知らせはもう一つあるんだよね、ピーちゃん。まあ、そんなお話が。実は3人が出演した回の評判が良かったらしくて、そのお礼もあってぜひ使いたいっておっしゃってたんです。もちろん聞くまでもありませんわ。お二人もそうでしょ。当然です。私たちもこのお仕事で新しい経験ができましたから。そうじゃな。これはいわばうちらからの礼でもある。よかった。ナナもエンディングで聞くのが今から楽しみです。でも恋の歌が番組のエンディングになるなんてちょっと不思議な気分かも。そうですね。一般的には悲しい曲が誰かに勇気を与えることもありますし。ああ、確かに明るい曲でも聴いて切なくなったりとかするもんね。そっか、それってなんかワクワクするかも。レッスンの方も気合い入れんとな。トレーナーさんに褒められたとはいえ、まだ振りが揃っていない部分もありますしね。歌だけでなく私たちの持つ全てで皆さんの背中を押したいですわ。お、そうじゃな。で、桃子、そのタッパーの中身は何じゃ。レモンの蜂蜜漬けですわ。ナナさんに教わったレシピをお伝えして作ってもらいましたの。ももかさん、もしかして結構ハマってますね。それはあの後バーヤから聞きましたの。蜂蜜漬けは疲労回復にちょうどいいそうですわよ。でもアリスさんはお気に召していないのでしたら、この蜂蜜漬けはトモエさんと二人で食べますわ。お、ええんか。じゃあ遠慮なく。すまんのアリス。ああ、もう別にいらないわけじゃないですよ。わかっていますわ。皆さんでいただきましょう。ナナさんたちもプロデューサー様もみんなで一緒に。